皆さんこんにちは。この度私リオナリから発表したいことがありまして、このような動画を撮影しております。単刀直入に申し上げます。私リオナリ人生初の80キロオーバーになってしまいました。自分が太っていることを自覚はしていたんですけども、太り続けていることは自覚しておりませんでした。まあ太っているけども70中盤の体重をずっとキープしているなという感じで、まあまだ大丈夫だろうと思ってたんですけど、ここ1ヶ月でなんと5キロ近く太ってしまい、80キロ超えていました。びっくりしております。そもそも僕は、基本的に体重計に乗らず、自分の体重まあなんとなくこれくらいだろうといつも思ってたんですけども、先日私たち、身内だけにはなるんですけども、結婚式を挙げることが決定いたしまして、もちろん知り合いなどを呼ぶパーティーは、別途行いたいと思ってるんですけども、ひとまず身内だけの結婚式ということで、5月にゴールデンウィークに、行うことが決定したんですけども、先日そちらの衣装の確認に行ったところ、僕のタキシードがかなりパンパンキツキツ、呼吸がしづらいという現象が起こりまして、あれこれやばいかもと思い、家に帰り体重計に乗ったところ、体重が80キロオーバーしておりました。本当にびっくりしております。驚きを隠せませんでした。ここまでこの動画を見てくださった方、なんだただ太っただけの報告かよ釣りかよと思う方、すみません、なんだただの釣り動画かよと思った方いられる、なんだただの釣り動画かよと思われた方たくさんいらっしゃると思います。確かに釣り動画ですですが、僕はこの動画で一つ決意の言葉を述べたいと思います。僕は今まで動画でダイエットをすると発言することを控えておりました。過去何度かダイエットをしようと思ったことがありましたが、動画では一切言いませんでした。なぜ今までダイエット発表をしてこなかったのかと言いますと、ダイエット発表をしてしまうともうラーメンが食べられなくなってしまうからと考えたためです。仮にその日一日何も食べてない日で、夜すごくお腹が空いたから美味しいラーメンを食べようと思いラーメン屋に行き、そのラーメンをなんとなくツイッターに画像でアップしたら、たくさんのフォロワーの方からお前こんな時間にラーメンを食べるから太るんだよというとてもありがたいお言葉をいただけるのが嬉しいんですけども、ちょっとラーメンラーメン言ってますだけというわけでですね、僕はこの動画で決意します。5月のゴールデンウィークの挙式までにダイエットして痩せることをここに誓います。誓わないと動画で発表しないとダイエットもうできないと、こういうふうに動画で強く決意を発表して公表しないと僕はダイエットできないと自分で判断したためです。僕ダイエットします。何キロですか？僕の今の身長が172センチなんですけども、172センチの身長の平均体重はおよそ、65キロ前後と言われております。ちなみにアップバンクに入った当初の体重はおそらく67、8キロだったと思います。この5年で13キロ近く太ってしまいました。非常に残念であります。まあなので目標体重はまあ1ヶ月ということもあるので5キロ痩せれればなと思っております。
僕はダイエットに成功した経験がないので分かりませんが、非常に大変な数字なのではないかなと認識しております。いかがでしょう。今まで何回かダイエットに挑戦している姿を見てきましたが、はい、大体1週間ぐらいは頑張れるんですが、はい、徐々に甘えが出て徐々に通常に戻ってダイエット中のストレスだけ抱えてリバウンドを起こしていると思われますので、1ヶ月5キロは相当食事制限と運動を要する数字、食事制限となるとまたサラダチキンを食べたりとか豆腐だけ食べたりとかそういう極端なことをしがちなので、それは結局リバウンドにつながりますのでやめていただきたいです。ラーメンとか夜チャーハンとかやめてください。はい、12時過ぎてからのポテトチップだとか平気で食べていますので、そういうのをやめてください。そしてこれ盲点なんですけども、今日もあなたいちごミルクを飲もうとしましたね。液体でもカロリーは高いので知らない間に一番太ります。僕もダイエットすると決めていたにもかかわらず無意識にいちごミルクを頼みそうになり、自分でびっくりしました。それほどまでに僕の体に太る要素、太る生活リズムが刻まれているのだと、無意識のうちにデブになっているんだと改めて実感しました。昨日なんかお土産に小籠包を買ってきてくれましたが、俺はもう太ってるのでさきちゃんに全部あげるねって言った5分後に1個だけちょうだい、1個だけお願い、お願いよ、5分後の出来事でした。もはや禁断症状、これはやばいと肌で実感しました。ちょっと体重乗りますか。体重計今乗る。皆さんに見てもらいたいです。今乗る。はい、マジか。行きます。1位とかだった。ちょっとホットカーペットの上でやってたのが原因だったっぽいのでいきます。増えてる。スーツ。わー増えてる。もうおしまいだ。はい、というわけで、まあ、がっつり太りました。挙式までに、ダイエットして5キロ痩せることを目標に頑張りたいと思います。はい、このリアナイチャンネルの動画でダイエットの途中経過などの動画も出していければなと思っているので、ぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたします。動画の最後にさ、毎回体重計出してみてもらったら、今週の体重みたいな、すする TV じゃん。いや違うよ、あなたのデブ TV ですよ。デブ TV。 星屑さらういつでも愛とエールのボタン。鶴さんはだってちゃんと実行してちゃんと痩せてる。すごい、あれマジすごい、見てます鶴さん。というわけで、私リオナリ痩せて元のシュッとした体に戻れるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。ダメだ、おしまいだ。
頑張るぞ、俺は頑張る、痩せる痩せる、絶対痩せる、頑張って。